クリスティアーネ・ニュスラインフォルハルトは、マクデブルク出身のドイツの生物学者。胚の発生過程での遺伝子による制御を研究し、エドワード・ルイス、エリック・ビーシャウスと共に1995年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ニュスラインフォルハルトとビーシャウスは、生物学に大規模実験の方法論を導入し、変異体を使ったショウジョウバエの胚の発生の研究を大規模に行い、成功させた。これらの実験が行われた頃、分子生物学は、主に小規模な実験として行われ、一つの遺伝子や一つのタンパク質の働きを調べる実験が一般的であった。一方、当時の技術では、莫大な仕事量や資金が必要であったため、生物学では広範囲に及ぶ実験はあまり行われてこなかった。ニュスラインフォルハルトらにノーベル賞をもたらした実験は、ショウジョウバエの胚の発生に関わる遺伝子を同定することを目的としたものだった。ショウジョウバエは、その小さなサイズと世代の短さから遺伝子の実験の素材として広く用いられてきたため、大きな数を扱うのも比較的容易であった。胚の発生に関わる遺伝子は、ランダム突然変異を起こさせたショウジョウバエを育てることによって同定された。胚の発生が弱まれば、その時に変異している遺伝子が胚の発生に関与していることがわかり、このようにしてショウジョウバエの胚発生に必要な一連の遺伝子が明らかとなった。これらの遺伝子の多くにはハリネズミにちなんだ名前が与えられた。キュウリを意味するドイツ語のGurkenやフグを意味するドイツ語のKrüppelなどである。これらの実験によって、ショウジョウバエの発生初期、特に体の各部の段階的な発達機構に対する新しい知見がもたらされた。またこれらの実験は、その規模の大きさだけで有名なのではなく、ショウジョウバエ以外の生物にも同様の機構が当てはまり得るということがさらに重要であった。後にこの時同定された遺伝子やその類似遺伝子の多くが他の種でも見つかった。特にホメオボックス遺伝子は、すべての構成動物から見つかって同じような働きをしていることが分かった。これらの発見は進化学にも新たな情報をもたらし、例えば前口動物と進行動物は比較的よく似ていて、これまで考えられていたよりも複雑な体の作りを持った共通祖先から進化してきたことが推察された。さらに、発生における細胞の運命だけではなく、転写の制御などに関してもいろいろなことが分かった。1985年から彼女はチュービンゲンにあるマックス・プランク生物学研究所の長を務めている。1991年、彼女の母校であるチュービンゲン大学の名誉教授となった。2001年からは生命科学に関する指針を定める国家倫理委員会の委員となっている。2005年にはオックスフォード大学から名誉博士号を授与された。1994年に彼女はクリスティアーネ・ニュスラインフォルハルト基金を立ち上げた。これは子供を持つ女性科学者の支援を目的としたものである。奨学金や1日保育の供給を通じて子育てしやすい環境を作るのに使われている。ありがとうございます。